雨のスタジアムでは悪天候に負けじと声援にも熱が入ってきました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはブンデスリーガの一戦、フォルトゥナ・デュッセルドルフがバイエルン・ミュンヘンと戦います。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。ゲームに入るバイエルン・ミュンヘンですが、現在リーグでの最多得点も記録しているチームです。攻撃陣は自信を持ってプレーしていますね。今日も面白い試合を期待できそうです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。一般的な 5-3-2 ですね。穴ができにくいシステムです。こちらがバイエルン・ミュンヘンの先発メンバーです。ボールが動いてキックオフ、試合開始です。フリーキックの判定です。カードは特に出ないようですね。危ない場面もディフェンスがクリア。チアゴがカットします。いいボールでしたが見事にパスカット。ミュラー、バイエルンのゴール。鮮やかなゴール。これはキーパーもどうしようもない。さすがにこれは取れないでしょう。いいシュートでした。別の角度からご覧ください。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。やはりバイエルン・ミュンヘン、強さを見せつける形になっています。しっかり見えています。セルヒオ・ラモスがインターセプト。タッチを割ってスローイン。レバンドフスキーへ。これは運がない。バーを越えました。判断は素晴らしかったと思いますが、精度が足らなかったでしょうか。チャンスにできるか。キミッヒ、トーマス・ミュラー、レバンドフスキー。これは見事なパスカットです。ミュラーがスルーパスを通した。チャンスの予感。これはチャンスだ。キーパーに近すぎました。
これは見事に奪いました。チアゴへ、キミッヒ、素晴らしいセービング。コーナーキックが入り、キーパーがコーナーキックを弾き出しました。ボールを奪われました。ミュラー、ルーズボールです。ボールはどっちだ。見事なパスカットです。カウンターのチャンスです。いいカウンターになるかと思いましたが、ボールを失いました。スルーパスが味方に通る。ミュラー、さあどうだ。ナイスタックル。ファールをせずよく止めました。相手ボールになりました。スペースに出したボールがチアゴに渡る。うまく読んでいましたね。チアゴ、バイエルンミュンヘンがボールを失いました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。見事なスルーパス。ここから狙うのか、クリアが足りないか。ボールをサイドへ振りました。セルジュ・ニャブリ、中央にクロスが入る。中央へのボールはクリアされました。ボールはラインを割りました。ゴールキックになります。体を当てて取る。奪った。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。これはポストだ。これは見事なパスカットです。追加点が決まったかと思ったんですが、枠に阻まれましたね。運がなかったと思うしかないでしょう。タックルで相手の攻撃を一旦断ち切りました。スローインです。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。ケビン・シュテガー、何をしてくるのか。ここでなんとかボールに寄せてきました。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターは失敗に終わります。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。あっと、キーパーがボールを失う。上のチームを相手に貴重な得点のチャンスです。このコーナーキックにはサポーターも今日一番の声が出ているようです。ここはクリアされました。いい位置です。ドリブルで進んでいます。ここは押し出します。ボールを奪われました。レバンドフスキーに届くか。これはディフェンスを超えません。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。後半が始まりました。未だ空は雨模様です。だいぶ水を含んだピッチ状態ですね。細かくつなぐのは難しいかもしれません。ここからどうするのか。素晴らしいスルーパス。いい感じで攻めていましたが残念。さあどうする。仕掛けてくるのか。入れば同点となります。このシュートを弾いた。ゴール前に入れた。キーパーがコーナーをパンチング。ここ狙った。今のが決まれば同点でした。これはもったいない。
トーマス・ミュラー、デロイ・サネ、ディフェンダーがうまく読んでいました。しっかり見えています。期待の持てる展開にも見えましたが、ここまで。コーナーキックです。ゴールを決めれば同点。中に入れた。ちょっと力がありません。これではキーパーに勝てないでしょう。ロベルト・レバンドフスキー。福西さん、バイエルン・ミュンヘンの次の試合ですが、レバンドフスキーがスルーパスを通した。これは狙えます。ゴールゴールゴール。おっと、これでバイエルン・ミュンヘンが2点のリード。福西さん、ゴールがガラ空きでしたね。はい、これは簡単でしたね。プレゼントしてもらったようなゴールでした。違うアングルから見てみましょう。さらに点差を広げたことで、監督の表情にも明るさが見えてきましたね。選手が交代します。ひときわ大きな歓声を受けていますね。ゲームの中心になっていましたからね。サポーターの気持ちも分かります。マフムード・ダフード、裏も見えていたのか。予感はありましたが、この攻撃は不発。サイドに展開します。相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。コーナーキックを蹴った。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。今朝、さまざまなブログやタブロイド紙を騒がせていたニュースですが、レバークーゼンが新しい選手を獲得するようです。はい、事実であればクラブにとって相当な戦力アップになります。何を狙うのか。ボールを奪われました。ロベルト・レバンドフスキー。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。ルーズボールになっています。見事なパスカットです。ミュラー、ネルソン・セメド、リードを広げようというシュートでしたが、枠に行っていません。この選手の活躍が目立っていましたが、ここで交代です。コーチーニョ、ダビド・アラバ、危険な位置です。緊張感が増してきます。コーチーニョ、チャンスにできるか。スペースへのボール、笛が鳴りました。オフサイドでした。うまく読んでいましたね。アラバ、何かしてきそうですが、最高のボールが出た。ここはキーパーがセーブ。ようやく落ち着いてきましたね。今のプレーは良かったですよ。期待の持てる展開にも見えましたが、ここまで。マフムード・ダフード、相手ボールになりました。ボールは外に出ました。スローインです。鮮やかなインターセプト。
コースを予測していたんでしょうか。レフェリーはバイエルンミュンヘンにアドバンテージを見ています。ファーを狙った。クリアして危機を出しました。セルジュ・ニャブリ、ミュラー、ここで大きく前に出します。ボールを取りました。さてどうする。綺麗なタックルです。主審が流します。アドバンテージを見たようです。ここはカウンターアタックを狙うか。カウンターアタックを狙いましたがボールを奪われました。ボールをアタッキングサード。今のプレーにはカードが出されるでしょうか。審判の手にはカード、警告イエローです。今のは仕方ないですね。いい位置です。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。ここは素早くリスタートしました。コーチーニョからのパスは通りません。ここでタイムアップのホイッスル。試合終了です。今日も手堅い守備で守り抜きました。福西さん、攻撃陣もさることながらディフェンスも鉄壁です。硬いですね。はい、今日も全くと言っていいほど隙がありませんでしたよね。